平成6年台風第26号は1994年9月に発生し、近畿地方に上陸した台風である。進路図9月19日にグアム島の南西海上で発生した台風26号は勢力を強めながら北北西に進み、24日頃に最盛期を迎えて中心気圧925ヘクトパスカルの大型で非常に強い勢力となった。台風は27日に南大東島の東海上を北進した後、進路を北北東に変えて速度を速めつつ四国沖を北上した後、29日19時30分に和歌山県南部に上陸した。上陸時も台風の勢力は強く、中心気圧950ヘクトパスカル、最大風速秒速40メートルであった。台風は近畿地方から北陸地方西部を横断し、30日15時には日本海へ進んで温帯低気圧に変わった。この台風により29日の飛行水量は奈良県上北山村肘岳で 733mm、三重県宮川村宮川で 449mm、高知県馬路村魚柳瀬で 374mm に達するなど、四国地方や紀伊半島の南東斜面を中心に 300mm を超す大雨となった。また同日、三重県津市で最大風速秒速 34.1 メートルを記録したほか、四国地方から北海道にかけての太平洋沿岸で最大風速が秒速20メートルを超えたところがあった。29日には、高知県佐木浜で 6.61 メートルの夕陽波高を観測している。東海地方や近畿地方を中心に暴風による建物被害が発生した。また、同年9月4日に開港したばかりの関西国際空港が、この台風により初めて封鎖された。この台風により、死者3人、負傷者62人の人的被害が確認されたほか、住家全壊18棟、半壊167棟、床上浸水569棟などとなっている。ありがとうございます。